僕は東大行きたいと、でその高校で、まあ、東大がもし0人だったと、うん、ということはとはいえもちろんねその数字 の通りに絶対自分が受からないとかじゃないけど、竹大学で実際受かってる子たちは、うん、学校初のとかって人も、うん、学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 田川先生、はい、今回の相談ですか。今回の質問は、うん、高校1年生です、はい、高校の進学実績って気にするべきですか、うん、という質問が届いてます。なるほど、はい、まあ目安にはなるかな、うん、これ結構大事ですよね、うん、自分が通ってる高校で例えばもう僕は東大行きたいと、うん、でその高校で、まあ、東大がもし 0人だったと、うん、ということはぶっちぎりで学年1位にならないとその子は東大に受からないってことになりますよね。そうだねっていうレベルだよね、はい、うん、なんで、そういうなんですかね、この高校で自分はどのくらいの位置にいないとこの大学には合格できないんだなっていうのを分かるめちゃめちゃ大事な目安になると思いますね。これよくあるのがさ、はい、例えばさ、予備校選びとかでもそうなんだけど、はい、例えばその先輩が行ってたからっていう理由で塾に行ったりするって結構多いじゃないですか。多いです。ところがね、進学実績見たら先輩たちはそもそも自分が行きたい大学に受かってなかったりするんですよ。そしたら同じことやったら同じ道をたどるんじゃないかっていうあ、それありますね、っていう話を結構すると、はい、確かにって思うケース結構あるんですよね。特にその非進学校とか自称進学校の高校に通ってる生徒さんで多いですよね、うん、そういう点で危機感を持ってほしいですし、あ、もっと自分はここにいなきゃいけないんだな、全然自分は足りてないんだなってことを知って、はい、その差を埋める努力をしてほしいですよね、はい、でそういう身の回りの目標っていうのが高校の進学実績だと思うんで、高校の中で何番にいないといけないっていう目安を見つけてその差を埋めるために頑張るっていう感じにしてほしいですね。さらに言うと、はい、指定校推薦とかはあるから、あ、はい、実際の実績よりも若干ハードルは高いと思っておいた方がいいですね、一般で受けるケースだと。あと私立大学とかだとやっぱり一人で複数大学受けてそれをカウントしてたりとかするんで、実際の数値とかその進学者の数値が出てる高校さんだったら、うん、それを元に決めてほしいなと。だって延べ人数だとして入試形式も、はい、一般以外も入ってることがほとんどなんで、大体の進学実績、はい、なのでそれより若干シビアに見た方がいいかなっていうふうには思うってぐらいですね。そうですね、厳しめに見てほしいです、うんうん、はい、でまあ高校の進学実績は大事な指標になると思うんで、はい、自分の立ち位置っていうのを見極めてそこに行けるように頑張ってください、はい、まあとはいえもちろんねその数字 の通りに絶対自分が受からないとかじゃないけど、武田塾で実際受かってる子たちは、うん、学校初のとかって人も結構毎年いたりするし、はい、うん、そこは全然気にする必要はないんで、ただ目安として、あ、自分の立ち位置だと例えばこのぐらいの学校しか今の時点で受かんないんだなっていうのがある程度 見れるとは思うんですよ。このまま行ったらこうなるなみたいな、うん、だからそういう目安として使ってくれればって感じですかね。そう思います、はいはい、今回は以上です。大学対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの竹田塾でもらえます。全国の竹田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの竹田塾にご相談ください。よろしくお願いします。